さん、こんにちは。サリーの星読みルームへようこそ。はい、今回の星読みは7月28日日曜日11時53分、おうし座下弦の月の解説をしていきたいと思います。7月23日火曜日に太陽が獅子座に入りましたね。獅子座の皆さんはバースデー期間に入っております。獅子座さんはね、こう自分がね主役であるという視点で生きている星座さんでもあるので、ぜひぜひこれを聞いていただいている獅子座の皆さん、私は獅子座です、この夏の主役は私、僕ですと宣言してみてください。獅子の力を呼び覚ますきっかけとしてコメント欄をお使いください。そして今この瞬間、この動画を見ておられる方で、チャンネル登録をまだしていないよっていう方は、ぜひぜひ清き、ワンクリックお願いいたします。これがね結構ね励みになったりするので、よろしくお願いいたします。では早速星読みの方をしていきたいと思います。太陽は獅子座5度10ハウスに滞在しております。こちらのサビアンシンボルが時代遅れの女と最先端の少女というものです。こちらの意味が、いろいろなものに光スポットライトを当てていくというもので、これ実は7月6日、蟹座新月の水星の解説でね、おばさんと少女って例えで説明しているんですけれども、私はね、一おばさんという部類に当てはまる人間なので、おばさんにね、スポットライトを当てていく、そんな感じなんですよ。で、その際、この若い方がいいという、若い方が可愛いし、若い方がなんかいいよねっていう、そういう一般的概念はすっ飛ばしてください。ここは必要ないです。もちろん私も少女という時期はございました。はい。冬季過去です。でも今もおばさんと言われるぐらいまでね、年を重ねてきた、そんな自分自身に光を当てていく。で、もちろんこれ逆もしかりなんですよね。自分が今、もし少女という部類だったら、若いってすごいでしょ？私こんなに若いのって光を当ててもいい。そしてもちろんこれ一例なので、皆さんの現実の中で何か二つのものがあるとするじゃないですか。今回10ハウスなので、特に社会の中の自分の立ち位置という、そういう面においてスポットライトを何か当てていく、そんな感じの意味になっているんですね。で、この太陽と180度の対立するエネルギーを出しているのが冥王星です。冥王星は水瓶座0度に滞在。こちらのサビアンシンボルが古いレンガ作りの伝道所というもので、こちらの意味がグローバルで自由な視野で理念、理想を打ち出していくというものです。この太陽と冥王星のメッセージとしては、対比するものにスポットライトを当てるときに自由な発想していってっていう感じ。やっぱり日本の風潮で考えると、どうしてもおばさんイコールオワコンとかさ、囁かれたりするわけですよ。女終わってるとかね。そうでなくって、考え方として海外のこの自由な発想というものを参考にしていく感じ。もっともっと海外のように自由でオープンで開放的な感じで行こうよって言ってきているんですね。そしてこの太陽と90度の葛藤、もやもやのエネルギーを出すのが月です。月は牡牛座5度で7ハウスに滞在。こちらのサビアンシンボルが渓谷にかけられる建設中の橋というものです。こちらの意味が、自分以外の環境や世界というものを知っていくことで自分自身を知っていくというものです。今までは自分の中の世界っていうね、こういう場所、孤立したような場所に行ったけれども、でもやっぱり自分以外のものを知らないと自分の世界すら広がっていかない。これ例えばクラス内でね、みんな知らない人が集まった時に、こう隣に座っているね、ちょっと小柄で可愛い子を見てね、あーこの子可愛いな、ちょっとなんか声かけてみようかなっていう感じ、ちょっとドキドキするけど、えいって話しかけてみるんですよ。例えばカバンにね、新しいカバンにミッキーのキーホルダーが、ミッキーマウスのキーホルダーがついていたら、え、ミッキー好きなの？っていうこの一声。こうやって自分以外の人や環境というものとつながる第一歩、そんな意味になっているんですね。で、ここで月に対してドラゴンテールが150度のアドバイスを投げかけております。ドラゴンテールは天秤座8度12ハウスに滞在。こちらのサビアンシンボルがアートギャラリーにかけられた3人の巨匠というもので、これは客観的な視点で物事を考えていくというものになっていて、いわゆる三者三様の考え方あるよっていうことですね。月の伝える他者との架け橋というものを、こう実際皆さんが架けた時に、いろんな人いるよって、自分の中の
独断と偏見でね、他人を見てはあかんよって感じ。さっきの例えで言うなら、そのミッキーのキーホルダーかわいいねって勇気を振り絞って聞いてみたら、そのね、かわいい小柄な女の子がさ、なんかミッキーが好きっていうか、私ネズミが好きなんですってね、こんな回答したらさ、ってちょっとびっくりするじゃないですか。大抵ミッキーをネズミというね、視点捉え方で見る人ってあんまり少ないじゃないですか。ミッキーはミッキーマウス、もうなんだろう、そこで一つのなんだろう、ミッキーマウスっていう概念が成り立っている。うん。でもこんな風にミッキーをネズミっていう風にね、こんな風に捉えるいろんな人がこの世界にいるからねっていう、ある意味注意喚起みたいな意味になっているんですね。なので結局この牡牛座加減のメッセージとしては、自分以外の世界というものを知って、その新しくかけたものに対してスポットライトを当てていって、その新しい向かう道、理想の世界っていうものに向かっていこうっていう感じなんですね。なのでここを活かせれば、きっと皆さんの世界観っていうものがブワーッと広がっていきそうですよね。そしてこの水星と火星も90度の葛藤のエネルギーを出しております。水星は乙女座1度に滞在、こちらのサビアンシンボルが掲げられた大きな白い十字架というもので、こちらの意味が正しい測りで見る一般的な価値基準に従うというものです。そして火星は双子座4度に滞在、こちらのサビアンシンボルが過激な雑誌というもの、これはいわゆるトースポとかさ、ああいう感じのものに当てはまると思うんですけど、人の興味を引く言葉をうまく操っていくっていうものです。激写とかさ、世界初とか、こうおってちょっと人が興味引くような言葉を使っていく感じですよね。もうまさしくね、週刊誌っていう感じだよね。要は一般的に考えて正しいものか、はたまた過激なものか、こんな葛藤が起きてきやすいんですよ。なんか正義か悪かみたいなね、極論言うとね。うん。で、今回この水星に対して海王星と冥王星とドラゴンヘッドが150度の問いかけのエネルギーを出してきております。海王星は魚座29度に滞在、こちらのサビアンシンボルが巨大な石の顔というもので、こちらの意味が向かうべきビジョンを固めて生まれるタイミングを見極めていくというもので、冥王星はね、さっき月の下りで説明した通りです。そしてドラゴンヘッドはお羊座8度に滞在、こちらのサビアンシンボルが水晶を凝視する人というもので、これは直感力を使って全体像を瞬時につかむというものです。結局この水星の言ってきている一般基準というもの、ここの大元の測りとなる一般的に良しとされているもの、ここに対してそれ本当って言ってきている感じなんですよ。皆さんの中で直感的に一般的な価値基準というものをこう感覚でね、これなんかもう違うんじゃないっていう、この心の感覚が来たら、自分の感じたその直感に従って何かの方向性を決めていいんだよって、そんな感じのメッセージが来ております。このメッセージの後押しとして、こちら金星ですね、水星と金星に対して天王星が突破力の90度の位置に来ております。金星は獅子座20度に滞在、こちらのサビアンシンボルが中毒した鶏というもので、こちらの意味が不可能と思われるものを可能にしていくチャレンジャーっていう、そういう意味になっております。そして天王星は牡牛座26度に滞在、こちらのサビアンシンボルはビーズを売るインディアンの女というもので、こちらの意味は自分の感性を信じて、もう堂々と自分の感性、そういうものを発言していくというものになっております。やっぱり水星の言うこの一般的基準、ここに対してこういう世の中の当たり前だよねって、めちゃくちゃ凝り固まった集合意識的なものを皆さんがね、むむっと感じ取った、なんか違うんじゃない、もう時代にはふさわしくないんじゃないっていう、この感覚を堂々と発信発言していいんだよっていう、このチャレンジ精神、こんな意味になっているんですね。最初の一声を上げるってなかなかね、ハードルが高いと思うんだけど、でも自分の皆さんの心の中で感じたものを表に出さないとすごくもったいないと思うんですよ。で、この金星のチャレンジ精神に対して土星がアドバイスを投げかけてきております。土星は魚座18度に滞在、こちらのサビアンシンボルが弟子を指導する巨匠というもので、知識を分かりやすく明確に説明して広めていくという意味です。この金星のエネルギーの意味って少し激しいというか、
皆さんの中で感じた感覚について、もう中毒した鶏なんて中毒しているんでね、もう一心不乱にこれだって叫ぶんではなくって、ちょっとまあ落ち着けと。その感覚をもっともっとこれだって叫ぶんではなくって、他の人にも分かりやすく説明しなされよと言ってきているんですね。こう、上限と下限の時って星からの問いかけだったり、アドバイスだったり、考えねばならないことも多いと思うんですよ。結局これは、まあ私の視点での捉え方なんですけれども、結局、冥王星の方向性、今ちょうど冥王星は逆行期間中で、これから再び再度、今水亀座ゼロにいるんですけれども、再度ヤギ座に戻っていくんですね。そして再度また水亀座の風のエネルギーに完全移行していくという流れの中で、この冥王星の流れを軸に乗っ取って、他の星たちの流れもあるのかなと私はちょっと感じているんです。時代が移り変わる変換期でもあるので、こうね、何も考えずに、ただぼーっと生きていると、ちょっとこの、流れに乗り遅れてしまうのでお気をつけください。特に今は一般的常識的なものを壊しにかかってきているので、そこの壊している流れに乗っていかないと、あの人、まだあんな考え方しているの古いわねって言われかねないんで、お気をつけください。はい、以上になります。もしこの星読みがためになったなどございましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の星読みでお会いしましょう。バイバーイ。